オニーパルンオニーパルンは、ニュージーランドウェリントン出身の元男子、プロテニス選手。1973年の全豪オープン男子シングルス準優勝者。ダブルスでは1974年の全仏オープンで、オーストラリアのディック・クリーリーとペアを組んだ優勝がある。シングルス自己最高ランキングは19位。身長187センチメートル、体重76キログラム、右利きの選手。 ATP ツアーでシングルス5勝、ダブルスで1974年全仏オープンを含む2勝を挙げたユーゴスラビア人とオーストラリア人の両親の間に生まれたパルーンは1967年から男子テニス国別対抗戦デビスカップのニュージーランド代表選手に選ばれた。彼は芝生コートで優れた才能を発揮し、 1971年と1972年の2年連続でウィンブルドンのベスト8に入る。1973年の全豪オープンは、1972年と1973年の年末年始をまたいで行われた。パルンは初進出の決勝で、ジョン・ニューカムに3から6、7から6、5から7、1から6で敗れ、 大会令明期の1906年と1909年に2勝を挙げたアンソニーワイルディング以来となるニュージーランド選手としての全豪優勝を逃した。全豪で準優勝した1973年は全米オープンでもスタン・スミスとの準々決勝まで勝ち進んでいる。翌1974年の全仏オープンでオニー・パルンはディック・クリーリーとペアを組み男子ダブルス初優勝を飾った。 全仏男子ダブルス決勝戦の相手は、アメリカの強豪ペアであるスタン・スミスボブ・ルッツ組であった。先に、パルーンクリーリー組が2セットを練習したが、スミスルッツ組が第3、第4セットを練習し、試合は最終第5セットまでもつれた。第5セットは、パルーンクリーリー組のペースで進み、最終スコア6から3、6から2、3から6、5から7、 6から1で初優勝を決めた。全仏オープンの2ヶ月前、パルーンは当時の男子プロテニスツアーであったワールドチャンピオンシップテニスの東京大会でもダブルス優勝がある。この大会ではパルーンは南アフリカのレーモンドムーアとペアを組んだ。1976年の前半、パルーンはニュージーランドオークランド大会とヨハネスブルグ WCT で 男子ツアーのシングルスに2勝を挙げたが、全米オープンの1回戦で、イリナスターゼとの対戦中に足首を痛めてしまう。この故障からの回復が思わしくなかったため、彼の最盛期はあまり長く続かず、前述の2大会を最後にツアーでの優勝が途絶えた。最後の好成績は、1980年ウィンブルドンの4回戦、進出であった。パルンは1982年3月、 デビスカップのワールドグループ1回戦を最後に現役を引退した。ありがとうございます。